ワクチンの接種が進む、それによって人々の活動がやりやすくなっていく、その一般論で言えば、それは遅い方が望ましいと言えるかもしれない公明党の山口代表は5日、民放のテレビ番組で、9月末までに予定されている自民党の総裁選挙後に解散・総選挙を行う選択肢もあるという考えを示していました。与党内からは 都議選で与党が過半数を取れなかったことから菅総理のもとでは戦えないといった声も出ています。